オリックスの山本義信投手が日本ハム戦に先発し、7回無失点、11奪三振、ヒア安打3という圧巻の内容で16勝目の権利を持ってマウンドを降りました。山本投手は初回、1アウト3塁のピンチを迎えますが、3番、田宮優良選手、4番、郡司勇也選手を連続三振に抑えます。 2回もツーアウトながら一塁三塁と得点圏にランナーを背負う場面でしたが9番アルカンタラ選手に対して158キロメートルのストレートで見逃し三振を奪います3回以降は4回を除いて毎回三振を奪う力強い投球を見せマウンドを降りました1日終了時点で防御率勝利数脱三振の3部門で単独1位の成績を残している山本投手 勝率部門でもチームメイトの宮城博弥投手と同率の1位タイでしたが、この試合で勝ちがつけば勝率でも単独首位に立つことになり、前人未到の3年連続投手4冠がさらに近づくことになります。